ニック、わしが悪かった、ほんとにすまん、勘弁してくれ、もう二度と悪いことはしないって約束するから。珍しく素直じゃないか、ドクターエイクマン。いい加減くだらない遊びはやめにしたらどうだ。好きやり。星に封印されていた奴は目覚めた。あとは奴のパワーを使って念願のエッグマンランド建設を。やってくれるじゃないか、ドクターエッグマン。ソニック、ずいぶんと楽しい姿になったようじゃの。では達者でな。うわっ、なんだってんだよ一体。ああ、ん、おい大丈夫か。もう食べられないよ。おいしっかりしろ。よう。大丈夫か？怪我してないな。うん、大丈夫だよ。ありがとう、怖そうな人。ん？怖そうな人？こりゃ
面倒なことになっちまったな。うわあ、すっごい歯、すっごい爪。ねえねえ、君は誰？俺はソニック、ソニック・ザ・ヘッジホッグ。お前は？え、あれ、なんだっけ。うわあ、わかんない、思い出せないよ。お前、自分が誰かわからないのか。上からドカーンって降ってきて、うっ、目の前真っ白になって、で、あと何にも思い出せない。俺のせいか。うわ、どうしよう、どうしたらいいんだろう、どこ行けばいいんだろう、これから。っていうか、お腹空いた。ま、心配するなって。俺がお前の記憶を取り戻してやるさ。え、本当？世界中を探せば、お前のことを知ってるやつもどこかで見つかるさ、きっと。ありがとう。怖そうだけど、でもとっても優しい人。イエーイ。さっきの俺のケムクジャラな姿は何だったんだろうな。カオスエメラルドもこんなになっちまって。今のがいつものソニックの姿なんだ。そう、これが本当の俺さ。かっこいいだろ。あれ、どこ行った？どうだい、うまそうだろ。うん、この町名物、チップたっぷりスペシャルチョコサンデー。たとえこの星がぶっ壊れたって、このうまさに変わりはねえぜ。おいおい、記憶探しは？スペシャルチョコサンデー、いただき。さあ、食いね食いね、うまいよ。お代は食ってのお帰りだ。おい、こら、これ食ったら真面目に知り合い探そうぜ、チップ。チップ、とりあえず名前がないとな。ぴったりだろ。うん、チップ、チップ、最高。さあチップ、お前のことを町の人に聞いて回ろうぜ。うん。チップのこと知ってる人どこにもいないね。まあ、そう落ち込むなよ。そのうち何か思い出すさ。少しくらい覚えてないのか。全然。まいったな。うわっ、うソニック。また怖い人になっちゃった。おお、なるほど。夜になるとこの姿になるってことか。大丈夫ソニック？ああ、けど街中でこいつは少し目立つかな。ソニック、ソニック、大変。どうしたチップ？もうダメだ。星が壊れるなんてもうおしまいだ。おじさん、おじさんってば。なんで泣いてるの？そうだ、アイス、おいしいアイスまた食べさせて。アイスなんて作ったって何になる。うわっ、あー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 あ
ソニック、今手が伸びなかったみたいだな。こりゃ面白い。ああ、テイルス。ソニック？こんなところで何やってるんだ？ソニック、本当にソニックなの？どうしちゃったのさ、その姿。ま、いろいろあってね。これ食べる？ありがとう。そっか、じゃあソニックがそんな姿になったのもこの星が壊されてしまったことときっと関係があるんだね。ま、そのうちドクターエッグマンのやつを締め上げてどうにかさせるさ。それなんだけど、僕、今回の異変について詳しそうな人を知ってるんだ。本当か？スパゴニア大学のピックル教授っていうんだ。その人の研究と僕がこの町で調べたデータを合わせればもっといろいろわかると思うんだ。スパゴニアってことは隣の大陸か。星が壊れてなきゃ一っ走りだけどな。へっへー、僕のトルネード号なら星が壊れてようとなんだろうと問題ないしさ。助かるぜテイルス、スパゴニアに急ごう。教授がさらわれた。星が壊れる少し前さ、たくさんのメカを連れたこんな老人が現れてね。研究資料もろともピックル教授をさらっていってしまったんだよ。そんな。ドクターエッグマンの仕業だな。絶対許せない、そんなの。その教授って人、早く助けなくっちゃ。ずっと前にさらわれたんじゃ、きっとお腹が空いてるよ。お腹が空いたら死んだ方がマシだ。いくらエッグマンでもご飯ぐらいは食べさせてあげてると思うけど。オッケー、ひとっ走り行ってくるか。ピックル教授、助けに来ましたよ。ご無事ですか？教授？おい、おい、ここの食事は全くなっていませんね。ご覧なさい、このずさんなサンドイッチを。サンドイッチといえばパンの厚さはきっかり5ミリ、室温で柔らかくしたバターにからしを小さじ1杯、具材はスライスしたキュウリと、こうでなければいけませんよ。そうでしょ、テイルス君。へえ、勉強になるね。教授、相変わらずですね。ところで、こちらに何のご用ですかな。ここにはまずいサンドイッチぐらいしかありませんよ。いや、助けに来たんですけど。おお、そうでしたか、これは知って。では早速こちらのシェフにサンドイッチの何たるかを教えて差し上げねばなりませんね。教授、それはまた今度ね。エッグマンの手下どもが集まってくる前に脱出するとしようぜ。ああ、そうですか。ではそこの金庫の中身も持ち帰らなくてはなりませんよ。ありがとう。その書物こそ世界を救う唯一の鍵なのですよ。では諸君、急ぎましょう。
まずいサンドイッチばかりで私は空腹なのですよ。教授、これ食べる？これはこれは、いただきましょう。この古文書はガイア文書と呼ばれるものです。今より数万年もの遥かな過去、この星に起きた異変についての伝説が記されています。異変？そう、ガイア文書によれば、この星は過去にも何度か破壊されてバラバラになったことがあるのだそうです。異変の原因は星の中心核、コアと呼ばれるポイントに発生した超エネルギー生命体、ダークガイア。これこそが現在この星に生じている異変、全ての原因なんですよ。どうすればそのダークガイアをやっつけて星を直せるんですか？蘇ったダークガイアはまだ不完全体です。おそらくドクターエッグマンが無理に目覚めさせたせいでしょう。今のうちならばカオスエメラルドに力を取り戻すことで星を直すことが可能かもしれません。ガイア文書に記されている各地の神殿を回るのです。星の力がカオスエメラルドを癒し、カオスエメラルドは星の傷を癒す、バラバラになった星も元に戻るという道理ですよ。善良な村人の諸君、おとなしくしておれば危ないことは何もせんよ。さあ、ガイア神殿の場所を教えてもらおうか。お前なんかに教えるか。どうしてこんなことこうなったら力ずくでも聞き出してくれるぞ。なぬソニック。よう、エッグマン、こないではハイなスカイダイビングを味わわせてくれてありがとうよ。やはり生きておったか、しぶといハリネズミめが。こんなとこで何してんだ？教える義理はないわい。わしゃ忙しいのでな。アディオス。グレイザー、待って。あんなやつほっとけ。それより、みんな無事か？ドクター・エッグマン！我が技術の結晶、エッグビーター。ねえねえ、あれが教授の言ってたガイア神殿ってやつか。よし、行ってみよう。
やっぱりここがガイア神殿か。それでドクターエグマンが占領しようとしてたんだな。話せってこのエミーローズ様から逃げようったってそうはいかないんだからって、あれ、あなた誰？え、やったー、ごめんなさい、私ったら人違いしちゃった。おかしいな、ソニックの気配確かにしたんだけど、ほんとごめんね、さよなら。ありゃりゃ、あの人ソニックだって分かんなかったのかな。でもしょうがないか、今のソニックこんなでこんなだもんね。ああ、大丈夫大丈夫、ソニック見かけはすっごく怖いけど中身はいつもと一緒だってチップ分かってるからね。ソニック元気出して、チョコ食べる。釣りかな。いや、少し様子が。これでこの辺りも平和になりそうですね。さすがはソニック君。あなたソニックを知ってるの？今君を助けて去っていったではないですか。ねえねえ、ソニックに何があったの？ねえお願い、詳しく聞かせて。キュウリのサンドイッチを食しつつでも構いませんかな。ありがとう。
神殿に光が灯り、聖獣様も目を覚ました。正気に戻ってくれたようじゃ。そうか、お前はカオスエメラルドの神殿を守ってたんだな。けれどカオスエメラルドの力が奪われたせいでこんなことに。元に戻ってよかったね。これ食べる？ダークガイアエネルギーを利用したエッグマンランド建設システムは順調か？現在までの完成度は 27%。 世界各地に飛散したダークガイアの回収にタスクを割かれたため、予定は大幅に遅れています。ダークガイアめ、せっかくこのわしが目覚めさせてやったのに余計な手間をかけさせおって。星のコアで成長途中にあったダークガイアは未だ完全体ではありませんでした。そのため星の内部から解き放たれた時、自らを保つことができずバラバラに飛び散ってしまったのです。なんと根性のない、いくらいきなり叩き起こされたからといって砕け散るとは。ぶっちゃけエッグマン様が無茶したせいです。なんだと？まったくどいつもこいつも。ピックル教授はガイア文書ともとも逃げ出すし、星のパーツも戻されてしまうし。ダメだ。これはエッグマン様がソニックと一緒にカオスエメラルドを捨ててしまったせいなんですがね。ぶっちゃけエッグマン様ご自身の効果です。やかましい。あれはわざとじゃ。わざと。計画があっけなく達成できてしまったら面白くないだろうが。そうだ、残りのガイア神殿は今どうなっておる？現在エッグマン軍団を配置中。まもなく防衛ラインが完了します。ソニック対策はそれでいいとして、問題はダークガイアだな。飛び散ったやつのピースを集めて回るのも面倒じゃな。良い言葉をお教えしましょう。千里の道も一歩から、急がば回れ、慌てるな、車は急に止まれない。もっと上手いやり方は、こうパーッと一瞬で全部集まっちまうような。おっ、そうじゃ、あれがいい。これでついに我が野望が実現するぞ。Oh!
システムオールグリーン。7大陸すべてにおいてダークガイアの霊気を確認。発信された誘導電波に従いゼロポイントへ集結を開始しました。すべて計算通り。ダークガイアのかけらを集めるのが面倒ならば向こうから集まってもらえばいいというわけだ。見事なこの発想の転換、さすがは世紀の天才ドクターエッグマン様。はぁ見事な自画自賛です、エッグマン様。やましい。ダークガイア融合炉の起動を開始する。エネルギー変換回路も温めておくんだぞ。了解。それではダークガイアプロジェクト実行します。実行。シャイン。これでいよいよ我が野望の達成じゃ。どうした、チップ？え？あ、なんか怖い。怖い？ただの古い神殿だぜ。敵の気配も何もない。そうじゃなくて、なんでもない。うん、行こう。ソニック、思い出したよ、全部。チップの本当の名前はライトガイア。昼と光の力を受けて星を再生に導くもの。ダークガイアからこの星を守るのが役目だったんだ。けど、エッグマンが無理やりこの星を壊してダークガイアとチップを叩き起こしたんだ。それでダークガイアはバラバラになって、チップも混乱して役目が分からなくなっちゃった。今は本当の目覚めの時じゃないから。目覚めの時？ダークガイアは何百万年もかけて成長してこの星を壊す。そしたらチップがそれを癒す。チップたちはそれを繰り返してきたんだ、遥か昔から。じゃあお前は何百万年もずっと眠ってたっていうのか？
お前のおかげだったんだな、チップ。え？夜になってこんな姿になっちまっても、俺は他のみんなのように心までは変わらない。それはお前が守ってくれてたからじゃないのか。ううん、チップは何もしてない。ソニックが変わらないのはソニック自身の心の力さ。俺の？そう、何があっても絶対迷わない。夜と闇の誘惑に心が負けることもない。そんなソニックだからチップは助けてもらいたかったんだ。楽しかったよ、世界中旅して回って。チップはずっとこの星の中にいたけど、この星のこと何も知らなかった。綺麗な景色も美味しいものも素敵な人たちも何にも。だから出会えて嬉しかった。ソニックがチップの記憶探してくれたの。ずっとずっと忘れないから。ありがとうソニック、さよなら。ヘイ、一人でどこ行こうってんだ。え、だってチップの記憶戻ったし、ここから先はチップの役目で、ソニックが一緒に来る理由なんて何もないし。友達を手伝うのに理由なんているのかい。ありがとうソニック。趣味だな。立って立って。驚いたか、驚いただろう。ソニックよ、悔しかったらわしの元まで来てみるがよい。できるものならな。絶好調だなあいつ。ソニック、あそこに最後の神殿があるはずだよ。その上にこの遊園地を作っちゃったんだ。オーケー、派手に始めようぜ。
ソニック君は最後のカオスエメラルドに光を取り戻すことができたのですね。はい、そうです。衛星カメラでも惑星の最後のパーツが移動を始めたのを確認しました。素晴らしい。帰りを楽しみにしていますよ。キュウリのサンドイッチを食しつつ、よもやま報告していただきましょう。報告はともかく、キュウリのサンドイッチは…うわThank you.
きなり夜になっちゃった。ダークガイアが真の力を取り戻して完全体となったのです。まさにガイア文書に記されていた通り、世界を夜に押し包み全てを破滅に導く。なんたること、これでこの星もおしまい。絶対そんなはずないわ。だって私たちにはソニックがいるんだもの。エッグマン様。野望はまた一から始めればいいのです。たとえ今回の全てが無駄に終わったとしても、完封なきまで大失敗の大敗北だったとしても、みっともない負け犬にもきっとチャンスはやってきます。やかましい。闇を滅ぼし、世界は平和を取り戻した。なんという奇跡、なんという感動でしょう。だから言ったでしょ、ソニックは絶対負けたりしないのよ。ええ、しかし我々は眠らねば生きてはいけないというのもまた真理です。世界には光と同様に闇と夜もまた必要なもの。滅ぼしたのではなく、ただ休ませ眠りにつかせたのかもしれません。数百万年の時をかけて闇は育ち、光に癒されまた眠る。それがダークガイアとライトガイアのバランス、あるいはそのバランスこそがこの星の意志そのものなのでは。難しい話はあとあと、ソニックたちが帰ってきた時のためにお祝いの準備しましょう。
君は生きて。Hey!
Soon.